クレアチンは筋肥大に効果なしクレアチンのサプリメントに筋肥大効果を期待して飲んでいませんか私は筋肥大のメカニズムから考えるとそれは期待できないのではと思いますその理由を解説しますそもそもクレアチンを摂取することで何が起こるかまずエネルギー供給システムを理解しましょうエネルギー供給システムとは ATP、PCR 系、解系、系酸化系ののこことでですすす人がが運動をする際にはこのエネルギー供給システムが必要ですなぜなら筋肉を動かす際には ATP というエネルギー通貨が必要ですが筋肉に貯蔵されたこの ATP は運動時にすぐに濃度が低下しエネルギー供給システムによって ATP が再合成されなければ運動が続けられないからです。 筋収縮が始まると筋肉に蓄えられて ATP は急速に消費され濃度が低下します。ここでクレアチンの摂取で増えた PCR の登場です。そしてすぐに PCR によって ATP が再合成されますが、この過程で水素イオンが消費されます。ATP 消費により水素イオンの濃度が上昇すると筋細胞の内部が酸性化しますが、この干渉効果によって 筋細胞のの内部の酸性化が遅れます酸性化によって筋繊維の短縮速度が遅くなると努力を高めて運動を持続させようとしなければ筋肥大に応答性の高い公式位置モーターユニットの動員ができません高い努力で運動を持続させた結果公式位置モーターユニットに属する筋繊維に対する高いレベルのメカニカルテンションが最後の数レップで発生しこれが筋肥大刺激となります。 つまり、クレアチンの摂取によって効果が期待できるのは、主に ATP 再合成で水素イオンが消費されることによる干渉効果で、酸性化が遅れることによるレップの増加です。酸性化が遅くなれば、高い努力が必要なレップが遅れてやってくるということになり、クレアチンによって増えているのは、セット前半の努力の低いレップです。これは運動パフォーマンスという点ではいいのですが、 筋肥大刺激を高めるようには機能しませんまたクレアチン摂取によって筋肉が張る感じがあるかもしれませんがそれはクレアチンが筋肉内に水分を引き込むからです筋肉の実質的な成長ではありませんしかしクレアチンが神経系にポジティブな影響を与える可能性も報告されていたりするので完全に無駄とは言い切れません目的によってはサプリメントを使用することに何の問題もないと思います しかし菌肥大のメカニズムという観点から見るとクレアチンが直接的に菌肥大を起こすとは考えにくい。これが私の結論です。